はい、こんにちは。理学療法士の篠崎です。今回は脳卒中患者さんにおける初回評価の時の実際というところでお話をさせていただければなと思います。よろしくお願いします。で、今回評価項目として、10個ぐらいを挙げさせていただきましたので、前半と後半5つに分けてお話を実際させていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。私の簡単な経歴ではございますけれども、新卒後、3年間の、回復期の脳卒中のリハビリをさせていただいたので、現在は、理学ボディの院長として働いております。よろしくお願いいたします。ではですね、実際その初回の患者さんと関わった時にどんな評価を実際していくのかところについて、実際お話をさせていただければなと思います。まずは10個というふうに書きましたが、簡単にお話をさせていただきたいと思います。10個の内容としては、1つ目は挨拶した時の返事ですね。まず患者さんのお部屋に入る時に多分ノックをして失礼しますって入っていくと思うんですけども、その時に私が意識していることは、そこでまずは挨拶返事が相手から入ってくるかってところは結構大事にしてます。コンコンって音を鳴らして、返事ができるってことはその状況を理解できてるなっていうところも評価できますし、その音自体が聞こえてるなっていうところも認知として入ってきてるなっていうところも評価できるので、少しちょっとやっぱ難聴の方とかだとその音自体がちょっと聞こえなかったりするので、お話しする時のちょっと伝え方っていうところがちょっと大きな声耳元でお話ししたりとか、あとは単語をちょっと切りながら、短めに一つずつ伝えるような形でお話をさせていただくことが大事になってくるので、バーッと話してもそういった方は全然理解できませんので、そういったところの考慮をしていただくっていうところもノックして入っていただいた時に実際見ていくことが大事かなと思います。あとは実際挨拶が返ってきて、相手も反応が実際あるかってところですね。挨拶してきて、こちらの目線を向けて、実際こう私の顔を見て挨拶してお話をしてくれるかってところを見たりとか、やっぱこう反則空間無視のある方だったりとかすると、こう左側にある私たちの姿とかっていうのは見えなかったりとか認識できなかったりするので、そういったところがないのかなってところだったりとか、あとは注意障害とかがある方だと、そういったこう音を鳴らしたとしても、そこに注意が最初に向いても、また急にまた他のところに意識が向いて、例えばテレビの音にガーッと注意が向いてしまって、私がお話ししててもテレビの方見ちゃったりとか、そういったところのこう見ながら、その注意の評価をしなくたとしてもお話をさせていただきながら、そういった状況を少し確認できるかなと思うので、実際話をさせていただいてどんな反応をするのかってところをしっかり見ていただくのが大事かなと思います。じゃあ2つ目ですね、お話しした時の会話の受け答えがどんな回答を返ってくるかっていうところが2つ目の大事なところかなっていうところで見させていただいています。こちらはやっぱりその方の人柄が結構出るような要素になるかなと思うので、お話をさせていただいて質問した時に、その質問にダイレクトに返ってくる方もいらっしゃいますし、ちょっとこう遠回りというか、その周りのこうニュアンスを伝えてくるようなお話をする方もいらっしゃいますし、またちょっとこう高齢の方とかだといろんなこう話をしてくださる方もいらっしゃいますので、そういったこう人柄を知るっていう意味でも、その返答に対してどういった答えが返ってくるかっていうところをしっかり見ていただくと、その方の人柄だったりとかっていうのが見えてきますので、そこをこう言葉の内容ってところも大事ですけども、どういったことを伝えてくれるのかなってところも、その人の人柄が出ますので、そういったところをしっかり見ていただくと、それが点数として評価としては出ませんけども、こういうふうに伝えたらこの人は伝わりやすそうだなってところの一つの指標になりますので、人を見るっていうところがすごく大事になってくるかなと思います。あとは質問のこう内容としては、今こう現在どこにいるのかなっていうのをご理解いただいているのかなっていうところだったりとか、なぜここに今いらっしゃるのかなっていうところもご質問させていただくと、よりその人がこう今自分がどういった状況に置かれてて、なんでこう私と話してるのかっていうのをしっかりこう認知できている人と、できていないっていう方もいらっしゃいますので、そういった認知の評価をする上でも、そういった質問させていただくと、どんな方かをご理解いただけるかなっていうふうに思います。あとは結構私の方で大事にしているのは、病気になる前の状態がどういった状況なのかっていうのが、ご自身で話せる方はできるだけ話していただくようにしています。で、理由としては、その方がもともとどういったこう仕事しててとか、どんなこうスポーツ運動しててとか、どんな人の関わりがあってとか、そういったところが見えてくるだけでも、この人ってこういった生活をされてきたんだなってところも分かりますし、あとは回復期としてすごく大事な要素になってくるのは、お家に返してその方のもともと持っている生活にできるだけ近づけて返すってところがすごく大事になってきますので、その方の今までの基準ってところを理解できれば、そこに対してアプローチをしていく必要があるんだな、そこがゴールの設定のレベルとして
まあ、理解できるので、まあ、例えばこう元々屋外でやっぱアクティブな方っていうのはやっぱそういったところをまあ最初求めて入院されてきますので、その方の能力によってはちょっとできないものできるものっていうのはあると思いますけども、そういったところが屋外までこう出たいんだなとか、この人はゴルフが趣味だから、まあ、そこに関連した運動をしていただければもっとこうやる気が出ていろんな運動をしていただけるっていうところのモチベーションをつなげるためにも、そういったところをしっかり理解してリハビリを進めていくってことが大事になってきますので、過去のこうお話を聞くっていうのも大事になってきます。あとはまあ高齢の方とかだと、もともと外に出ませんっていう方もいらっしゃったりしますので、もともとそういったこう生活をされている方っていうのはもともとのこう体力身体機能のベースが結構低かったりするので、体力自体がちょっとこうすぐ落ちやすい、入院されてなかなか活用が取れていない方がやっぱ入院されてくるので、そうすると今度はベース作りからちょっとこの方は必要になってくるのかなってところが予測できたりするので、そういったところで少し元々の患者さんの生活ってところをしっかり大事にお話でヒアリングしていただけると、この方のゴールっていうのがまたこう見えてきますので、そこを結構大事にお話をしていただいて聞いていただけると、先が結構見やすくなってリハビリの方針が決めやすいかなと思いますので、そこは大事にしていただければなと思います。あとは二律の確認ですね。ご自身自体がどんなこう悩みがあって、まあ、それに対してどういったこう解決ができるのかってところを私たちの方から聞かせていただいて、そこにこう解決できるってところが本人の一番の見えてるこう目標になってきますので、そこをしっかりニーズとして確認していくってところが大事になってくるかなと思います。あとはまあ今後先ですね、まあ、入院されて退院するときにどんなこう状態になっていたいのかなっていうところも、まあ、そこもこう言語化していただくと、そこに向けて私たちもこう支援できることはいっぱいあるかなと思いますので、そういったところがニーズだったりとか先の今後のホープですね、そういったところをしっかり聞けていくと患者様と私たちで一緒にこうやっていくものになってくるので、そこを共有させていただくというのはすごく大事になってきますので、そういったところをお話しっかり聞いていただければなと思います。じゃあ3つ目いきますね。まあ、医療的に大事になってきますけども、こちらがバイタルサインのチェックですね。いろいろなお話をさせていただいた後、最初にこう血圧測定っていうのを持ってくる方もいるかなと思うんですけども、血圧の測定をさせていただいてリスクがないかというところを評価させていただきます。まずこう外で寝ている方がいれば外でしっかり血圧を測っていただいて、あとはこうキャッチアップ、頭を上げた時に血圧が下がらないかとか、あとは実際こう立ち上がりとか少し歩いた時に血圧がこう下がる方もいらっしゃいますし、上がる方もいらっしゃいますので、そういった変動が大きくないかというところをしっかり見ていくことが大事になってくるかなと思います。血圧の方も多分管理基準というか、血圧がどれぐらい下がったらとか、どれぐらい高かったらリハビリを中止してくださいとか、ドクターに連絡してくださいっていうのが多分決められていると思いますので、そこはしっかり大事に測っていただいて、リスクの範囲内でリハビリを進めていくっていうのが私の大事な仕事になってきますので、まあ、逐一必要であれば血圧を測定させていただくっていうのをやっていただければなと思います。あとはその血圧を測る前後、動作をする前と前後で撮っていただくと、この方がどんなこう内部的な状態っていうのが結構理解しやすくなるので、その動作だけっていうのはリハビリの、まあ、理学療法士として見がちだと思いますけど、内部的なところを見ていくってところも、そっちのリハビリだけではないと思うんですけども、そういったところで大事になってくるので、運動した時にどんなこう血圧のこう反応があるのかとか、心配の反応があるかっていうところは血圧を見ると少しまた理解が深まりますので、ただ数値を追うってだけではなくて、あ、これの運動したからこういうふうに血圧が高まったんだな、これはこういった理由で、まあ、高くなったんだなっていうのがこう推測できると、よりその患者様のリスクだったりとか、あ、こういった反応が体に出てるからちょっとこういったところは考えなくちゃいけないなってところが見えてきますので、そういったところを見る以外でも血圧だったりとかバイタル、まあ、サットですかね、酸素飽和度とかは見ていただけると、より、まあ、安全なリハビリにつながるんじゃないかなと思いますので、そこはしっかりとっていただくといいかなと思います。次4つ目ですね。環境設定、環境の確認ってところですね。これ、私たちは患者さんの人を見るってところをすごく大事にするお仕事でもありながら、その周りにある環境ってところがその人に与えている影響っていうのもすごく大きいものがあります。で、例えばまずはベッドの布団の硬さから結構私たちは評価をさせていただいて、硬いと寝返りはしやすいんですけれども、もともとちょっとこう麻痺が重度だったりとか、ちょっと意識があまりこうない方とかだと寝返り自体を打たないので、この褥瘡のリスクが高まってしまうって方もいらっしゃいますので、そこの兼ね合いをしっかり見ていく必要があります。で、まあ解像があんまり多くない方はできるだけちょっと柔らかめのマットレスに変更させていただいて、褥瘡のリスクを下げるってところは大事な選択になってくるかなと思います。
ます。で、だんだんリハビリをしていく上で、だんだんこう体が回復してきて、自分でこう寝返りだったりとか、起き上がりができるようになってくれれば、今度柔らかすぎるマットレスだと、この寝返りがしにくくなってしまいますので、その分ちょっとこう硬く、ちょっとして、寝返りだったりとかっていうのができるような環境を作っていただくっていうところが大事になっていきます。なので、その環境がその人の寝返りを妨げるとか、できるようにするっていうところの環境になってきますので、そういったところを大事にやっていただければなと思います。あとはまあベッドの高さですかね。こちらに関してはベッドが結構高いと、こう寝返りが結構激しい方というか、よく動く方だとそこから転落してしまうっていう方もいらっしゃったりするので、それが高いとその先の動作としては立ち上がりがしやすくはなるんですけども、逆に立ち上がりの能力がない方にとってはリスクになってしまいますので、ベッドはできるだけその方は下げた状態で、もし落ちたとしてもまあ骨折とかしないっていう形にしていただいた方が、まあメリットデメリット考えた上でもそっちの方がいいかなと思いますので、そういったこう転落の可能性があったりとかっていう方はできるだけベッドは低くしていただく。またこう例えば認知症の方だと、結構もうそういったこちらからこういうふうには危ないのでしないでくださいってお伝えしたとしても、それ自体をちょっと忘れてしまって、これもうちょっとごめんなさい関係ないんですけども、勝手に動いてしまう方っていうのがいらっしゃるので、そうするとまあ、ベッド高くしてすると立ち上がりやすくなっちゃって簡単にトイレに行けてしまって、それで危ないっていう可能性があるので、あえてちょっとベッド低くすることで、そこから立ち上がりがこうしにくくなるっていうので、そこでまあその自分で立てないので、まあそういった転覆のリスクが下げられるっていう可能性がありますので、そういった意味でもちょっとベッドを下げていただくっていうのが戦略になったりとか、あとは私たちの方だとベッドの下にセンサーとか、あとはビームセンサーとかっていうのがあったりするので、そういったものを活用しながら、あ、この人がもうベッドから立ち上がってしまったってところが看護師さんにも伝わるようなこう仕組みがあったりしますので、そういうのをうまく活用しながら転倒リスクを下げるような取り組みを私たちの方ではしてました。そういったところも理学療法士として、この方の能力がこれぐらいだからこのベッドを高くした方がいいなってところは提案で聞いてくるとすごくいいんじゃないかなと思いますので、大事にしていただければなと思います。まあいろいろこれ環境の話すると長くなっちゃいそうなので、とりあえずこんな形にさせていただければなと思います。じゃあ最後ですね、5個目ってところで評価のお話をさせていただきます。患者さんのところにお話をさせていただいて、血圧を測ったりとか、まあ、その周りの環境ですね、まあいろいろ見させていただいて、その後、まあできることっていうのは、寝てる患者さんの状態がどんな状態かっていうのをやっと見始めるっていうような状態になってくるかなと思います。こちらに関してはその方の頭部の位置、頭がどっちを向いてるかなとか、あとは上下肢の手の位置が、まあ、巻き込んでないかなとか、力ぐっと緊張入ってるような方なのかなとか、そういったところをしっかり見ていただく。で、寝ている状態っていうのが基本的には緊張が入りづらい状況なので、その状況で体がどんな反応が出てるのかなっていうのをしっかり見ていただくっていうのが大事になってくるかなと思います。あとは人によってはもう弛緩性のこう麻痺になっているんですけども、腱側の方で頑張って力を使っている方とかになっていると、こう腱側にこう体がぐっと引き寄せた状態でベッドで寝てるって方もいらっしゃったりするので、この方がこうベッド上でどんなこう動き方をしているのかなっていうのを見れますので、ベッド上でこう動く前にどんな風に寝ているのかなっていうところをしっかり見ていただけるとまたいいのかなと思います。じゃあ今日は5つってところで、まだ話足りないところもちょっとたくさんありますけども、まあ、とりあえずこの5つってところでお話をさせていただきました。まとめますと、挨拶した時の返事の感じがどんなものかってところ、あとは実際お話をさせていただいて、その方の性格だったりとか、どんなところがこうゴールだったりとかが必要で、その方が求めているのかってところをしっかり把握していくってところが大事。あとはまあリスク管理の面で、血圧を管理したりとか、環境の設定をしっかり見ていくってところが大事。あとはまあ最後、その時にやっと寝てる状態の確認ができるっていうような風になってますので、そのやっと評価ですっていう風に入ったとしても、サイアスをすぐ取り出すってところも大事かもしれませんけども、それ以外にもこう患者さんをいろいろ見る場所っていうのはすごくありますので、少しでもちょっとこう参考になればなってところで今回お話をさせていただきました。っていうはいろいろちょっとたどたどしいというか、まとまってない感じもありますけども、それも含めて少しずつ私もアップグレードできればなっていう風に思いますので、よろしくお願いします。では今回は、脳卒中患者さんの初回評価の実際というところで、今回また5つ、まあ、前編というところでお伝えさせていただきました。何かわからないことや、まあ、リクエストなどがございましたら、コメント欄に記入をしていただければなと思います。まあ、この動画がいいなとか、まあ、いいねと思っていただけた方はチャンネル登録をしていただけると幸いです。では次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。
今うちの会社でメインでやってる事業が整体とピラティススタジオっていうのがあるんですけど、こちらでスタッフを募集しています。特にピラティススタジオの方はこれから100店舗を目指していくんですけど、まだ今店舗が少ない状態なので、今から入った方でもどんどんマネージャーとか管理職の方を目指すことができます。海外でも事業展開をしていく構想があるので、英語が喋れて整体とかピラティスやってもいいよっていう方は優遇しますんで、ぜひ来てください。具体的には、概要欄に整体のリンクとピラティススタジオのリンクを貼っておくので、そちらに登録して詳細を確認していただければと思います。海外希望の方はどちらかの LINE で海外希望を伝えてもらえれば検討させていただきます。まずはお気軽に登録してご連絡いただければと思います。